わけで今日も元気に白黒チャンネルへのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルチョニーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日ですね、逆転オセロニア、こちらの実況をやっていきたいと思います。やってまいりました、ブレイブメロディー希望の歌ということで、今日はですね、こちらの希望の歌ガチャをやっていこうと思うんですが、今イベントが来ておりまして、三国志ですね、みそちゃんが大好きな三国志のイベントが来ております。なので、こちらの希望の歌を弾いた後にですね、こちら絶望諸葛亮に初見で挑戦していきたいと思います。はい、ではまずですね、出るキャラ見ていきたいと思います。龍の英語魔の子がめっちゃ強いと思うんですよ。はい、まずおすすめが孫権ですね。孫権3枚以上ひっくり返すマスで 1.8 倍の特殊ダメージと、あとは単回し16枚以下の時にひっくり返した後の10番目のコマ数かける350の単特殊ダメージを与えるっていうものになってます。まあ、は追加の S ゴマは来てなくて、龍が大凶小凶さんですね。はい、この間ね、ちょっとお仕事でご一緒した谷口ゆなちゃんが一緒にやってくれてるんですけども、2500ダメージを受けるけれども3ターンは 1.3 倍になるアタックがっていうねものと、あとは、3回し10問前以下の時は 1.7 倍になる、貫通 1.7 倍っていうことですね。まあ、龍は早めなので、まあ普通にこれは受けるキャラなんじゃないかなと思います。可愛いですね、大凶小凶ちゃん。はい、今回に追加になってる、キャラですね。周囲、こちらもゲットしたんですが、12枚以上の時は、ひっくり返した後の盤面の自分のコマ数、かける150の特殊ダメージ。これは結構強いんじゃないかなと思います。続きまして、月 A さんかな。はい、こちらもゲットしました。手駒にある時発動し、毒スキルのダメージが 18% アップするっていうね、オーラ系のスキルですね。18% って結構大きいですよね。それもこれもなんか使いたいなと思いますけども。はい、そしてですね、なんか何より私が強いと思ってるのが、この子。3ターン毒ダメージ回復になるんですけども、相手リーダーがマゴマの時に通常攻撃が 1.8 倍になるっていう、どこでも入るし、毒ダメージ3ターンやれるし、毒ダメージ与えてくる時って結構マゴマヘイランリーダーとかの方が多いと思うんですけども、そういった時はコンボスキルも発動するっていう、めっちゃ強い。めっちゃ強いですね。まあ、このアンデッド剣のスキル、まだ持ってる子がすごい少なくて、まあ、ベノマジと、ちくわちゃんと、あとは、なので、これは結構本気でゲットしていきたいなと思います。では早速やっていきたいと思います。11連1回目ですね。40連引きたいと思います。お信じきた。まあ、孫権はね、持ってるんですよ。だから孫権以外出てきたら嬉しいなと思いますが、お願いします。ぐるぐるしましたね。ぐるぐる来た。待って、マジ来てる。ちょっと待って。そう。おー、進化前ですね。私、進化後で持ってるので。おー、ラドラ、ラッキー。おー、大凶小凶来た。やっと。いいですね。ラッキー、ラッキー。はい。じゃあ次行きましょう。ラドラは嬉しいですね。ラドラはもう若干ね、まだスキルがマックスじゃないんで嬉しいです。22連目。行きましょう。次。ブルラナックのアイカン。ドラゴンのね、アンデッドの子がね、来ないんですよ、マジで。やばい、B ゴマめっちゃ多い。あ、これはひどい。あいやー、おこんちゃんですね。しょうがないですね。じゃあ30連目いきます。33連目。いや、しんどいなー。頼みます。よいしょ、お願いします。お、来た！S を巻きましたね。まあ、でも私は A の竜が欲しいんだよ。どっちかっていうとね。1枚。あ、いいですね。A が多い。オッケーオッケーオッケー。来そう。あ、大凶小凶ちゃん。いいですね。進化後かな？進化後。あ、大凶小凶ちゃんの効果後をゲットしました。ではサービス11連引いていきたいと思います。マジ大凶小凶ちゃんよく見たらあれだったよ。進化後10日も出たよ。めっちゃラッキーじゃん。あと、マジ、ラッキー。しかも、進化後10日後出てましたね。虹が出ました、ラッキー。これ今虹出たのに、出なかったけど。うわ。あ、出なかったか。あ、出たよね、ほら、よかった。ブルラナイ演出。またもや進化後が出ましたが、まあまあまあ、しょうがないですね。リューアップの時にですね、ちょっとまた、女の子ですね。あの子を求めて、ちょっと引いていきたいと思いますが、
こんな感じでございました。皆さんはねこちらのガチャ引きましたでしょうか。よければねどうだったよとかコメント欄にいただけると嬉しいなと思います。というわけで初見で諸葛亮に挑戦していきたいと思います。で大体この希望の歌がまあいつもの感じで言うとあのガチャで出たキャラが適正になるのが多い気がするんですよ。ドーンと神パでいきたいと思いますとか言ってめっちゃアズリエルとか置かれたりうわ封印マスですね。で5000の毒ダメージ発動した3ターン後の開始直後に毒ダメージ、え待って待ってめっちゃ毒じゃないかよー、やばいぞー、早く倒さないとやばいぞー、やばいぞやばいぞ、とりあえずコンボをつなげたいからここはひっくり返せないのでいきましょう。で次コンボつなげると神駒2枚以上の時に動か発動できんでござるな、やばっ毒ダメージからのうーわ待って、いやコンボ行きたいんだよね、斜めに打ってみよう、いやなんかちょっといい駒来ないともう5000食らっちゃうし、5000で1万でオーラめっちゃ痛い、オーラの子もいたね、オーラの子もアップしましょう、属性アストライアちゃんを決めてから次よいしょ、次毒が5000くる、痛い痛い、うわ6800いった、やば、あでも次でコンボは決まる、よし削って17000回ちょっとこれで発動するので決めましょう、特殊ダメージ特殊ダメージ、よいしょ、これでいったんじゃないか、オッケー、いきましたね、やばーギリギリでしょこれ、完全にあれですね、ナーニとベノバジとあの新しい子を入れていくゲームじゃないかって感じですけどね、やばい、次もドクドクパーティーかな、回復できないよ、 HP は多いけれども、あ、これはでもだいぶ少ない、罠があるぞ、やだなーこの罠、なんだろう、わかんないなー、めっちゃあれかな、めっちゃ罠かな、ちょっとおかげ立ってね、ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンからタップまたはクリックで登録できますのでぜひぜひよろしくお願いします。Twitter のフォローもぜひぜひ Twitter のフォローいただけると嬉しいなと思います。ではラストじゃんけんいきます、せーの、白黒じゃんけん最初はにゃん、じゃんけんぽいチョキです。なのでグーの人は下行くことあるかもよ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね、バイバイ。